はい、皆さん、南国の神々の島から、バリ島、おはよう、こんにちは、こんばんは、ドイバリーカチャータのロイちゃんですが、ですね、今回はですね、ロイちゃんのフラグ、ロイちゃんが毎日、こんな感じぐらいのお供え物をするんでしょう。まあ、お家の中で、うちはですね、お寺があるので、それでですね、毎日こういう感じのお供え物をしないといけないという感じなので、さすがバリ島は神々の島ということですね。皆さんぜひチャンネル登録をお願いします。ですね、神々の島というかバリ島はですね、大体みんなバリ人はですね、こういうようなお寺は、自分の家であるんですよ。だからそこでですね、毎日こんな感じの茶碗を神様に捧げるっていう感じ、観察する気持ちとしてもあるんですけどね、これがもうバリ島文化、毎日こんな感じの茶碗を神様に捧げるということです。ぜひ皆さんチャンネル登録をお願いします。
ですね、皆さん大体ですね、私は毎日こんな感じなんですよ。たくさんいろんなところでお供え物をするんですよ。これが毎日モーニングルーティンなんですね、最近。ぜひ皆さんチャンネル登録をお願いします。そんな感じですね。ロイちゃんの、毎日のルーティン、モーニングルーティンは、ジーデラだけじゃなく、ここでも近所の方にあるお寺の方にも、お祈り、お供え物をするっていうことなので、これがもうバリ人がみんな大体やることです。朝じゃなかったら夕方にやるって感じですね。1日1回ぐらいしかやらないことなんですよ。ぜひ皆さん、チャンネル登録をお願いします。それでロイちゃんでした。